新刈山市証券最後の12人は、清竹エリによるノンフィクション小説。1997年11月、当時4大証券と呼ばれた証券会社の一角であった山市証券が自主廃業を発表した。ほとんどの社員が再就職に奔走する中、会社に踏みとどまって経営破綻の原因を追求し、生産業務についた一群の社員がいた。 真相究明と生産業務を続け、最後まで会社に留まった、新狩り社員たちの懸命な戦いを描いた実話に基づいた小説。1997年当時、読売新聞社で社会部次長として、山市証券の破綻を取材していた著者が、元社員に対して追加取材を実施して完成させた。小説は2014年度。 第36回講談社ノンフィクション賞を受賞した。ワウワウ連続ドラマ W、新狩山市証券最後の聖戦として、テレビドラマ化され、2015年9月より放映された。沖東出身の鴨本と高正は、高校卒業後、山市証券に就職。30年にわたって8つの支店に勤務、大阪での取締役本部長を経て、 1997年3月に常務に昇進、本社勤務となり業務管理本部長に就任した。その矢先である4月11日、山市証券に大倉省証券取引等監視委員会特別調査課の立ち入り検査が入る。1989年に総会屋の小池隆一は第一官業銀行から32億円もの不正な無担保融資を得て、 それをもとに4大証券会社の株を30万株ずつ取得。これで得た株の指定案件を盾に、小池は各証券会社に利益供与を求め続けていた。1996年に野村証券社員による内部告発で、その事実が明るみに出ていた。山市証券も利益供与を行っており、セスクによる立ち入り調査に至ったのだった。4月15日、 山市証券創業100周年。7月30日、東京地検セスクが商法と証券取引法違反容疑で山市証券を強制捜査し、三木厚生前社長を含む8名が逮捕される。8月11日、総会屋への利益供与の責任を取って、旧経営陣11名が一斉に退陣し、野沢翔平が社長に就任する。 8月14日、樽谷光一郎顧客相談室長が何者かによって、殺害されるという山市証券顧客相談室長、殺人事件が発生する。10月10日、岡村伊山市証券顧問弁護士の妻が、殺害されるという山市証券代理人弁護士、婦人殺人事件が発生する。小池への利益供与額は、数億円のものであったが、社内調査の中で、 利益共用問題とは別に巨額の母外債務の存在が明るみとなる。1989年のバブル崩壊を端に発した損失補填は飛ばしと呼ばれる不正会計処理がなされ続けた。歴代のトップによって隠蔽され続けたその額は2600億円にまで膨れ上がっていた。メーンバンクの富士銀行や大倉省に救済を求めたが、いずれも拒否される。 会社構成法による事業継続を模索するが断念。11月17日、山市証券が主幹事を務めた北海道拓殖銀行が破綻、北洋銀行への営業譲渡を発表。11月22日、日本経済新聞が長官一面で山市証券自主廃業へ負債三兆円戦後最大と報道。十一月十四日、東京証券取引所で 記者会見が行われ、野沢社長が号泣しながら、山市証券の自主廃業を発表した。廃業が決まると、山市証券の社員たちはなだれを打って、再就職先探しに奔走し始めた。しかし、業務管理部のメンバー、加本隆正、菊野真二、長沢正雄、竹内徹、横山敦志、堀吉文、橋爪武俊、杉山元春、印出商事、 虫明一郎、軍司幸子、白岩博子の12人は、そんな社員たちの動きに追随せず、その後1年以上にわたって、会社に踏みとどまって、本支店閉鎖処理、24兆円にも及ぶ、顧客資産返還の生産業務、債務隠しの社内調査に、志し命をかける。しん山市証券最後の聖戦のタイトルで、テレビドラマ化され、 2015年9月20日から2015年10月25日まで、ワウワウ連続ドラマ W 枠で放送された。主演は江口洋介。共演は萩原雅と林健と他。監督は沈まぬ太陽の若松節郎。脚本は相棒シリーズのと田山正氏が手掛ける。ドラマ化にあたっては登場人物や設定が一部変更されている。 監督の若松節郎は、ドラマ撮影にあたり実際の18年前のシンガルメンバーにあって、取材を行った。ドラマの中に登場するエキストラの中には、元山一証券社員も参加しており、撮影用のレプリカの社員バッジが用意されていたものの、実際に使われていた本物の社員バッジを持参して、撮影に臨んでいた。ドラマは、ギャラクシー賞2015年10月度月間賞を、 受賞した。ドラマは2016年3月にポニーキャニオンより DVD 化された。1997年4月、山市証券上無取締役、梶井達彦は業務管理本部本部長に就任する。業務管理本部とは取引や業務の調査、把握と不適正行為の防止を目的とする部門であったが、その実態は有名無実化しており、 本社から離れたビルに今日構え、左遷社員が追いやられるバスへと呼ばれていた。カジーの移動初日に大倉省証券取引等監視委員会の調査が入った。金融業界は、総会屋への利益共有問題が相次いでおり、山市証券にも捜査のメスが入ったのだ。カジは営業交差部の話せ、中西、秘書の加納に社内調査を指示する。ほどなくして、 監査部の滝本と吉岡は、総会屋との関係を示す資料を発見する。会長の有原らは、セスクの調査に対し余裕の表情を見せるが、副社長の片瀬だけは、不安な表情を浮かべていた。カジーやカジーの同期である、営業本部の林も、また、上層部が何かを隠しているのではないかという疑念を抱く。8月、総会屋への利益供与が明るみとなり、 旧経営陣が一斉に退陣、の海が社長に就任した。監査部門は調査を進めようとするものの、どこの部門からも全く協力が得られない。そんな中、8月にはお客様相談室長が何者かに殺害され、さらに10月には顧問弁護士、横沢の妻までもが殺害されてしまう。社内では2600億円もの母外債務の存在が明るみに出て、 山市証券は存続の危機を迎える。カジイラは、なんとか、会社存続の道を探るものの、ついに大倉省証券局長の松岡から、自主廃業を勧告される。11月、東京証券取引所で、記者会見が行われ、農民社長が号泣しながら、山市証券の自主廃業を発表した。廃業が決まると、社員たちは、雲の子を散らすように、 最終職先探しに奔走し始める。しかし業務管理部のメンバーは、そんな社員たちの動きに追随せず、山市証券が破綻に至った、真相究明のために調査報告書の作成に、執念を燃やす。しんがり山市証券最後の聖戦に関するカテゴリー、ありがとうございます。